前回りがワンエイティなんですね。車自体はシルビアなんですけど、前回りがワンエイティになってるのをワンビアって言うんです。はい、おお、これね、感動するね。これはこれまんまっすよ。じゃーん、オープン。めちゃくちゃ綺麗で変態ですね、これはもう。でしょ。はい、実際走ってる時は900馬力ぐらい。900馬力。でもちゃんとビシッと最大でいくと多分1000馬力ぐらいって言います。1000馬力。はい。さあ、やってまいりました、トヨタヤファンミーティング2023ですね。あ、これ音がしました。見てください、埼玉アリーナスタジアムの目の前。初めて来たなんと実は大阪か向こうで関西やってて、今回初なんです、実は埼玉県トヨタヤファンミーティング。レポーターやらせていただいております、山中さん。ごめん、全然誰だか分かんなかった、ごめんね。はい、もちろんタイヤはトヨタヤだよね。はい、絶対嘘つきでしょ今。え、いや、僕はあれですから、JGT っていう大会トヨタイヤさんスポンサーをいただいて出ておりましたので。そう、知ってる知ってる知ってる、はい、そう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 俺もこのね、見てたよ。見た、ちょっと聞いてない、聞いてなかったですね。こちらの2台のお車を紹介していただけないかなと思って、そのお願いでやってまいりました。わかりました。こちらわかりますよね。もちろん存じております。うち の、はい、トップランカーのドライバーですから。はい、ね、藤野さんが制作された GR86。 去年まで走ってて、もう今年も出てきます、はい、ですよ皆さん、ですよ、はい、はい、でこれが知りたいんだ。何を知りたいですか。あ、いいよ、もう皆さんにぜひこの車の仕様を、うんうん、視聴者の皆さんをぜひ伝えてほしいなと思います。これね、なかなかね、はい、聞けないから、はい、なかなか言えない話とかそういったものを踏まえて紹介しましょうかね。はい、まず、はい、GR86 ってもう純正だとエンジンが水平対向なんです。知ってる？水平対向。はい、知ってます。知ってるね。木材エンジンですね。はい、うん、木材エンジン、はい、ですが、これはもうドリフトの競技、もう何しろ馬力出さなくちゃいけないんで、あのね、アリスト161とか 2JZ っていうエンジンが入ってます。はい、見たいですか？見ます？見たいです。見たい。見せてください。だよね。いくよ、じゃーん、オープン。めちゃくちゃ綺麗で変態ですね、これはもう。でしょ。はい、これは排気量を上げて 3.4リッター、 3400cc、 3.4リッター、はい、でタービンはもう見ての通り大きいタービンについて、はい、簡単に何馬力だか知ってる？なんか想像がつかない。馬力等分の力を馬力って言うじゃん、はい、ね、うん、これね、多分最大で、まあ実際走ってる時は900馬力ぐらい。900馬力。でもちゃんとビシッと最大でいくと多分1000馬力ぐらいって言います。1000馬力。はい、1000馬力。馬1000頭、はい、軽自動車何台分のパワーがあるんですかねと思っちゃいますね。そもそもノーマルの GR86 は250どのくらいかな、確か、はい、単純にその4倍、うん、ですよ。はい、で、まあ、この馬力にを支えられるように、このアーム類だったりとか、その足回りのシャフト系とかをもうやっぱ強化して、でまあ、何しろ車を軽くして、まあ、競技に出てるっていう感じです。 2JZ がこの直六で、もともとは水平対向4気筒のエンジンがここに収まってるのがまたすごいですよね。結構大変だったんですね。ちょっと大変、うん、どうぞどうぞ。普通だったらこの第1メンバーあったら、 その内側にエンジンいるのにちょっと出てるんですよ。出てる、はいはい、もう本当ギリギリ、うん、確かに基本的に一から全部作り直し、そもそも乗るようにはできてないので、一からこのあのボディに合うようにエンジンを乗せていくみたいな、うん、製作家って僕は知ってるんですけど、 GL86 の車を新車で買っているのに、なぜか2週間後には何もついていなかったって、新車をばらしてるっていう、ありえないですよね。まずいきなり最初に全て外すと。そう、何にもついてない。でも何がね、悲しいって、新車で来てね、ナンバーつけて、普通だったらみんなあれでしょ、ドライブですよ、今日から慣らしするんだとか始まるでしょ、はい、今日からバラすんだみたいな、今日からバラす本当に、ね、気づきました。普通エンジンの前にラジエーターっているでしょ、はい、いなかったですね。そう、いなかった。ラジエーターはスペースがないから後ろについてる。後ろ、そう、知らないでしょ、うん、実はそうなんですよ。
おお、なんかいろいろとすごいことが起きてますね、はい、ここにこれがラジエーターです。ついてる地面が見えますけど、見えますね、はい、なんかいろいろとなんか不思議な光景ですね。これはあの整備性いいでしょ、こうそうか、上から手入れないか、上から手入れ、まあ、そうですね、確かに整備性も考えて作んなきゃいけないのは確かなんですよ、うんうんうん、で万が一クラッシュした時もこのパイプのおかげで、まあ、多少守られて、はい、ですぐこのスペアパーツ作ったので、うん、また変えてすぐ復帰できる。そういうことなんですね。いやこれがデフ、はい、で普通もちっちゃいんですけど、もうこれもっと競技はあのギア比を変えたりとかしたいから、はい、もうここの外してギアを変えるともうすぐあのギア比が変えられるようになってます。クイックチェンジャー的な。あ、そう、知ってますね。聞いたことあります。名前は聞いたことあります。これ本物、はい、これ本物なんですね。本物、はい、ギア比を5分もあれば全部チェンジ。あ、5分で変えられる、変えられる、すごい。普通はこのレフごと変えたりしなきゃいけないから5分なんて無理なんですよ、うん、まあ、ほとんどね、あの競技になると時間との争いになるから、うん、勝負になってくる。ごめん、マニアの話でね。今マニアの話するから。ちなみにこれ何セット普段こう持ち込むんですか、 D1 には。ギアはね、それはギアはね、自分別にそこまで使わないんだけど、あのやっぱこう集め始めると全種類欲しくなって。なるほど、コレクターなんですね。、はい、ほぼ全種類持ってるから。そうなん、ね、箱で2箱ぐらい持ってます。箱で2箱、相当な数ありそうです。相当なパターンですよ、はい、だ普通だったら 3.9 と、まあ、4.0 があったとしたら 3.95 とかって細かくギアって売ってるんですよ、はい、その細かいのも全部持ってるんです。皆さんいいですか、マニアックすぎます。自転車は6段ギアでいいじゃないですか。なのにこういう人は 1.2 とか 1.5 ギアが欲しいとかってみんな買っちゃう人ですか。まあ、それは趣味です。簡単に言ったらそう、うん、あでも競技の世界ですからね、うん、やっぱりこうできるだけ自分の違和感のないところに持っていきたいってことですよね、うん、 そこ通じるんだね、一緒だね、うん、そっかそっか、はい、まあでもあとはそんなにね変わったところはないと思うんですけどね。他に何か全然ちゃいますよ、ね、全然あの普通の知ってる車の感じではないですよね、ここを見ても、はい、そうですね、はい、燃料タンク、はい、で上から刺さってるのがポンプ、うん、もしかしてドラガスとか入れたりするんですか。そうそうそう、レース用のガス入れるんだ、うん、すごい。皆さんドラガス知ってます。普通のガソリンじゃないです。簡単に言ったらスーパーハイオクです。めっちゃ高いよ。高いですよ、うん、リッター今、ハイオクが160円ぐらいですかね、多分ね、はい、ですね。リッターいくらですか。リッター多分1000円ぐらい。ほら聞いた今、うん、6倍ぐらいするんですね、うん、しかも、うん、はい、多分リッター多分ね400とか600m ぐらいしか走んないと思うんだけど、多分とリッター 600m ですか。そう、リッター 600m、 うん、そんなもんじゃない。そんなもんかな。そんなもんとか恐ろしい燃費です。恐ろしい燃費よ、はい、だからあのうわーっ次にチャリン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 じゃなくて髪が落ちてくる。確かにそうですね、髪がパラパラパラってパラパラパラってそうそうそう、はい、っていう感じですね、うん、まあもう運転席もね、運転席はまあじゃあもうギアも普通で言ったらこうマニュアルミッションとかだったらこういうギアだけど、これはもう縦だけシーケンシャルミッションってやつです、はい、アイパターンですか、はい、あそれはゲーム一緒じゃん。そうですね、一緒ですね、でしょ、はい、でもうドリフトって言ったらサイドブレーキ絶対なんで、サイドブレーキ、はい、あのこれシャフトももうこれはワンオフの製作のクイックリリースですか。ではないです。あ、ではないです。ではないです。これはあえて今まで作った車は全部シャフトから全部やったんですけど、こんな車練習できないから普段練習する車と同じようなピットにしたくて、あえてこれステアリングシャフト純正使ってるんです。シートポジションもあえて純正と同じような位置にしてやってるので、うん、普段の練習の時から同じような雰囲気で乗る、はい、だからそしたら藤野さん、そして私ちょっと1個気づいたことがあるんですけど、何これ、あ、これな、ガラスじゃないんですね、これな、はい、これは純正。純正じゃねえだろうよ、はい、これ純正なわけないじゃんね、はい、これは誰でもわかるよね、はい、これポリカって言ってもうプラスチックみたいな素材、まあ、軽いんですよ。軽いですね。ほら全体重量で乾燥化すると相当軽くなってるんですよ、うん、全体重量で1200ちょっと。そう、藤野さん、この車どれぐらいの期間で製作されたんですか。3ヶ月ぐらいで2台作ったこれ穴開けたの俺
そうそうそう、手伝ってもらって作った、はい、で今年もこの車で、今年もこの車戦うと。今のドリフトマシンっていうのはこういう感じなんですよってことが皆さん分かっていただけました、ね、はい、はい、ありがとうございます、はいはい、そしてこの隣です。隣はですね、これはね多分マニアな人は分かると思うんですけど、知ってます、あ、知られてます、知ってます、はい、はい、そうです、あの人です、黒井さんの、そうです、はい、車、ここはもう、あ、俺ね、そう、あの人です、黒井くんですね、黒井くん、あ、もう何年も経ちますね、長いですね、そうですね、あのチーム東洋タイヤドリフトっていうのの一番最初の歴史を作ってくれてる人が実は黒井くんの車で、で車はね、わかります、ワンビアって言うんですよ、前回りがワンエイティなんですね、車自体はシルビアなんですけど前回りがワンエイティになってるのワンビアって言うんです。これもうそのまんまなんです、実は。おお、これね、感動するね、これは、これまんまっすよ、まんまです、 RB26 ですか、そうです、 GT、 え、あ、違う、 2J です、あ、2J? 2J です、あ、日産って書いてあるけど 2J、 これ26じゃなかったっけ、スロットルが違うんですね、945とかの、はぁ、黒井くんの車ってこの当時ね、見てください、ノスってありますよね、 あれ、はい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 、そう、ナイトロオキサイドシステムね、うん、があるんです、あれがそうですね、うん、この時代は DR 昔 OK だったんで、うん、ね、それがそのまま残ってると、あ、そうなんですね、はい、で、あの普通の人はあまり知りません、このエンジンは黒井くんリバーサイドってお店がやってましたけど、うん、リバーサイドで黒井くんが組んだかと思いきやエンジン組んでるのは嫁さんです。あ、そうなの、嫁さん組んでます、嫁さん実は夫婦揃ってチューナーで、あのコンピューターセッティングを黒井くんはやって、当然エンジンも組みますよ、でも嫁さんが作ったエンジンがすげえ回るっていう評判で、このエンジンは嫁さんが組んでます、実は。そうなんですね、はい、はい、すごいでしょ、はい、これみんな、ごめんなさい、一個一個これエンジン周りもそうで、ここすごいですよね、この溶接の後低溶接して、はい、パネルとかそういったもの、当然これもエンジンがやっぱ長いのでちょっとカットしてますね、こうやってね、うん、これね、あのバンパーとか割れてるじゃん、これね、そのまんまなんです、実は。そのまんまなんですね、はい、その当時のままで、だからあえて直すこともなく、そのままちゃんと保存してくれている人がいると思う、うん、はい、っていう状況です。先生、これさ、室内とかさ、その当時ってどうだったのかな、俺よく見てないよ、よく考えたら。当時って、はい、全く自分もあのビデオで見せただけ。あ、そうだ、見てる人だもんな、その時ね。僕初めてドア開けます。あ、本当ですか、はい、ドア鉄っすね、ドアは鉄で、見てほら、よく俺ね、憧れたこの、パイロットスイッチみたいなやつ、これかっこいいですね、かっこいいの、はい、パッチンパッチンパッチンって言ってゴーベイビーで押すんですけど、左に見えてるのがコンピューターですね、多分これ、多分これブーストコントローラーだから、多分水温とか油温とかかな、はい、あれ先生、これ不思議、コンピューターがパワー FC なのに、いや、V プロなのにパワー FC のコマンドがついてる、この不思議、ごめん、マニアックな話、そうですね、これ制御するそのコンピューターのお話ですよね、そう、こっちでやってるのにこっちはアペックスっていうやつがついてるから何か制御するためになってるのかな、で、これシフトインジゲーター、はいはい、はい、何速入ってるやつね、うん、これはドグミッションですかね、そう、もちろんですね、はい、ドグミッションですね、はぁ、すごいね、ちょっと嬉しいな、時代を感じるね、うん、この当時はボルト止めでも OK だったんですね、あ、そっか、今溶接だ、ほんとだ、そう、取り付けのことが今レギュレーション変わってて今はダメなんですけど、溶接じゃなきゃダメなんですけど、はい、この時はボルト締めですね、で、クロスバーって言ってクロスにしなきゃいけないっていう、で、今、うん、もっとさらに屋根のルーフの上とかにも、はい、まあ藤野さんのマシンの方はみんなパイプが走ってる、そんな感じになってますね、これね、へえ、昔のロゴはね、チーム東洋っていうロゴからチーム東洋タイヤーズドリフトっていう風になったのの一番最初の、まあ、ロゴがこのままロゴなんですよね、なんかすごい貴重なものを、うん、だよね、見せていただきました、俺も初めてボンネタが開けたもんだって、室内見たの初めてだよ、本当ですか、だって黒井くんの車触れないよ、でだよね、そう、
だね、多分今日集まってくれてる人は多分すごくその黒井くんを多分大好きで、やっぱり今でもねこう思ってる人たちが多分いらっしゃると嬉しいですよね。会場で、トヨタイヤのタイヤを履いてるお客さんたちがずらーっとみんなありまして、我々その前で ね皆さんも展示してるんでね、そうこういうのいいよね、うん、よくない、あの皆さんがこう自分の車を持ち寄ってこう集まっていろいろお話しされている姿とか見るといいなと思いますよね。もともと若い人は分かるでしょ、俺たちジジイはコンビニでもそんな感じだったらいいですよなるほど、ミーティングっていうのをやるのがいいですよね、はい、だからあえてイベントって大きくするっていうよりみんなで話し合う場所をやろうよっていうのが、トヨタエアファンミーティングのコンセプトらしいですね、はい、という状況ですので説明、はい、させてもらいましたけど、ありがとうございます、はい、というわけで次回以降もこのようなイベントがきっと開催されていくと思いますので、あるあるそうあるし、俺ねルーツ見るけどルーツ楽しいからね、どん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 見てもらいたいですよね、はい、すいませんスペシャルゲストでこんなにお話いただいて、お二方ありがとうございました、はい、すいません、じゃあまたどこかでお会いしましょう、次回よろしくお願いします。はい、ということで東洋タイヤさんのブースの前にやってきました。今回ですね、吉川部長と菅野さんにお越しいただいております、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず吉川部長にお伺いしたいんですけれども、はい、今回のこちらのイベントの趣旨だったりとか、こうなぜ埼玉なのかっていうところをまずお伺いさせていただきたいんですけれども、はい、ね、今回あのトヨタイヤのファンミーティングというところで、トヨタイヤを皆さん履いていただいているあのトヨタイヤのファンの方に集まっていただいて、まあ、我々トヨタイヤとしての、まあ、あのオフ会といいますか、あの皆さん集まっていただいて、よりこのファンの方々の、まあ、交流を深めていただくというか、まあ、そういうイベントを企画をしてました。で今回あの前回ですね、あの昨年の12月にあの関西の方で一度初めて開催して、今回があの2回目の開催となりますので、前回関西でやりましたので、今回はですねぜひ関東の皆さん中心に集まっていただきたいというところで、今回この埼玉スタジアム埼玉のところで開催をさせていただいたという次第でございます。はい、はい、ありがとうございます。そして菅野さんにもお越しいただいているんですけれども、はい、あの今回ですね、まあ、たくさんのタイヤだったりとか、もちろんグッズの販売もあるんですけれども、はい、このタイヤと今回、ぜひ車の方の紹介をしていただきたいなと思いまして、はい、ぜひちょっとブースの方を案内していただければなと思うんですけれども、はい、ブースはですね、これあの普段あの D1 グランプリの時にあの展開しているブースのちょっと縮小版ぐらいの形になります、まあ、この辺りがちょっと新商品が揃ってまして、あの多分まだ初めて見られる方がほとんどだと思うんですけど、まあ、この辺りよくリュックとかも売れてます。で、こういうパーカー類、この辺もすごい人気商品、あと T シャツですね。あ、でこれが、今回新しいパーカーになります。かっこいいですね。でこれはあのセットアップになって下のパンツの方もございます。あとこれね、あのマットマイクのサインが入っているというちょっと変わった、マットマイクさん、はい、T シャツになります。あと中は、まあ前からずっとある定番のものになりますけど、まあ、キーホルダーとか、まあ、こういうキーホルダーですね。であとキャップ、これは非常に特に黒はすごくよく売れてます。あ、ニューエラさんのキャップなんですね。そうですね、はい、全てニューエラの商品になってます。あとこのニットキャップもこれニューエラのものとなります、はい、あとはまあタオル、あとはまああのショルダーバッグ、まあ、小物入れのような、はい、はい、大体こんな感じになります、はい、私1個気になったのがあったんですけど、はいはい、これものすごく可愛いです、ね、タイヤ型のキーホルダー、はい、これ実はタイヤ型でワックマというんですけど、ね、はい、あの一応東洋タイヤのキャラクター、キャラクターなんですね、はい、あとは、タイヤですね、まあ、この辺りがスポーツタイヤになってます。でこれベストセラー商品プロクセス R1R、はい、これが今 D1 でも活躍している R888R ドリフト、ドリフト、はい、888R よりさらにちょっとこう初期発熱を良くしたようなドリフト用のタイヤとなります、はい、でこちら新しい商品で TR1 と言います。ちょっとパターンかっこいいと思うんですけど、そうですね、非対称のかっこいいパターンですね。で、まあ、こちらどちらかというと、まあ、エントリー系のスポーツユーザーにちょっとサーキットでこう腕を磨くのに使っていただきたいなというタイヤになりますね、はい、こちらのプロクセススポーツ2という新商品になります、はい、こちらちょっとプレミアムなスポーツタイヤとなりますね。でこちらがそのこれも新商品なんですけど、
コンフォート系の、はい、非常に音の静かな、うん、どちらもウェットが非常に強いので、はい、あの一般道で使ってもらうのはいいかなと思います、はい、でこちら3商品あのオープンカントリー今ちょっと非常に好評いただいてるんですけど、まあ、こちらがオールテレーンということであの、まあ、一般的な、はいあのまあ、ちょっとオフロードも走れるよっていうタイヤでこちら MT これがあの、まあ、ちょっとかなりオフロードを走ってもらうタイヤですね。で一番奥の RT これが実は今非常に好評で、ちょうどこの AT と MT の間ぐらいの性能ですね。はい、というわけで東洋タイヤで働いている沖山さんに来ていただいております。よろしくお願いします。東洋タイヤのグローバルマーケティング部に所属しております沖山と申します。沖山さん東洋タイヤでこう働かれていて、はい、一番のこの東洋タイヤさんの魅力教えてください。そうですね、それはやはり、まあ、他社とは違って、まあ、提案を受け入れてくれてるあの上司の懐の大きさかなと思ってます、はいまあ、今回のこういったイベントもあの他社は多分あの本当に東洋タイヤが初めてでやっているイベントでもありますし、まあ、こういったイベントを企画した時にしっかり、まあすぐにもちろんGOとはなりませんけれどもちゃんと聞いていただいて私たちの目的とあの組んでいただいて、まあ、こうやって実現したっていうところもあるので、まあ、やはりこう何かをやっていきたい自分からちゃんとこう企画して検討して、はい、あのそれをちゃんと実現させる環境あるのかなと思っています。はい、ありがとうございます、はい、素敵な会社ですね。そうですね、はい、皆さんぜひ車好きであればぜひ検討してください。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。